はい、じゃあ行きましょうか。2問目のお題はこちら、歴代で一番怖かったと言われている紅白流せるやつ。歴代で一番怖かったと言われている紅白流せるやつ。7分間スタートです。まあ、まず最初に出るととりあえず1回やってみる。ここで決勝進出の最後です。はい、パラドクさん。あの大勢の視聴者が出てない小林幸子を見たと言っている。いやいや、まずはそれ、まずはこれが基準になります。中継先で歌ってた北島三郎の船がレーダーショーから消えた。よいしょ、入れ替わりです。ではまずちょっとはっきり見せてください。ではいきます。コウさん、歌の力でベーブルースを生き返らそうという。ベーブ・ルース生き返ってほしいタイプもいるんじゃないかな。タマさん、あの野鳥の会が会場の人数よりなんか多い数を出していた。あー、続行です。パラドクスさん、あの多分パラレルワールドなんですけど、カスカが歌っていて三河源氏がちょけていた。あ、すいません、皆さん、和田アキ子の出場回数はカンスとして北島三郎の花買い目になった。オーバーフローした時に出てくるもの、それなんか。時和さん、北島三郎が受信料を払ってない。怖いけど、なんでバレたんだろう。パラドクさん、僕本当にファンなんですごい怖かったんですけど、うっちゃんがなんちゃんレベルまで落ちていて。そこはしょうがないんで。しょうがなくはないんで。はい、トランクさん。会場ででかい一つの炎を囲んで、みんなで口パクで君が代を歌ってる。入れ替えです。タノさん。あの氷川きよしの後ろで、たった一人の美少年が踊っていた。三分経過。丸尾さん、バスミバンスミバス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 って DJ オズマがバッて脱いだ時に、牛島くんでやられてたのブラの根性焼き。あ、入れ替わり、入れ替わり。コウさん、今回は、米津玄師さんのレモンは、生中継で歌っていただきます、どうぞって、中継の画面に切り替わると思ったら、あのドロドロのアルミをアリの巣に流す動画になった。完成。ああ、そこは面白い。意外と面白いやつ。はい、本来一直線であるはずの時の流れを斜めに突っ切っていく知らない歌手が一瞬出てきた。プロダクさん、ものすごいオーケストラの前でただただテニスをしてた。おへ、ドラゴさん、大泉逸郎が孫って書かれた風船に担当を持って突っ込んでくる。3票突破です。持ち方面白いよね。ごめん、ドラゴさん、ごめん、もう一回書いてごめんなさい。入れ替わりました、ごめんなさい。ちょっと時間止めますね。はい、相手今書いてて大丈夫ですけどさ。ちょっとこの後、判定基準なんで、もう一回ちょっと4票でした。ごめんなさい、3票に見えたので、すみました、ごめんなさい。そこそこの長文を書いて。はい、ごめんなさいね。はい、じゃあ時間を再開します。無表情でやれ、持ってる人怖いな。
さあこのまま行くとトラリコさんが勝ち上がり。かわして。タノさん。天城越えって歌った後フリーズしてどうしたと思ってずっと見てたらなんか目が黒い目になって蝶になってしまった。はい。アウトコース。はい、荒木由衣が照れながら恋ダンスした後なんか熊のぬいぐるみになってダメだった続行っす。マロさん、嵐にとんでもない弱みを握られてる綾瀬はるかが油汗だらだら流しながら白髪かっちゃう3票速攻です。一光さん、小林幸子のバックダンサーに、本物のドナルドダックがいた。着ぐるみとかそういうことではなくさあ残り1分、冬之さん、なんか始まっても誰一人いなくてただただステージの上に成功したけん玉が置かれた。2票、パラドクさん。椎名林檎が鹿をさばきながら、もう一方の手は鹿の口に拡声器を当てていた。では声を発する、タノさん。じゃあ歌の力でゴジラを倒しましょうって言って、あのトシがクレクレだーって歌ったら、なんかニューヨークの一つの目が崩壊して。入れ替え、入れ替えです。さあ、トラネコさんから。半透明の小林幸子が琴の音色に反応して光っている。2票、6票、東京さん。北島三郎が笑うたびお尻をバットで叩く。マラさん。鼻血ダラダラの和田アキ子がなんか不敵な笑みを浮かべながら出てきてピッて。今時間、あ、ビューさん、まずビューさんから。欅坂のダンスが激しすぎて、でっかい一人になってた。コウさん、あの、デジタル放送で、テッチムの知名度を全国民に聞いた。時間ペアさん、残り1投です。当てる演出が、あれ隣の国では何らかの信号だったらしくて、あの回線してしまった。あー、続行パラドクスはここまでです。ステージの中央にある、仮設トイレにあの TOKIO が全員駆け込んだ。あー、続行です。最後、結果発表になった時にカメラグーって引いて、まだまだ引いて、うわーって引いて、地球があって、それがこう円グラフになって白と赤の結果がなんか地球の相違みたいな。2票、トラネコさん。長い五線譜が会場バーって取り抜けて、その瞬間全員で一つの曲になっちゃった。あー、そこです。さあ、皆さんない。時和さんはないというわけで、タノさんはというわけで、タノさんが勝ち上がりました。
いやバンケスさんもありがとうございました。じゃあちょっと一回お席にお戻りください。